2024年、6月の30日、ザ・ライト・オブ・エパーナル・アガペ、東京アンテオ系教会 CS 子ども礼拝を 行ってまいりたいと思います。総額のうちに心を静めて、主を待ち望んでまいりましょう。それでは初めにお祈りいたします。天のお父様、今日のこの CS 礼拝を導いてくださり、ありがとうございます。お一人お一人をこの場に集めてくださり、共に主を礼拝できることを覚えて感謝いたします。主がこの礼拝に深く臨んでくださり、また祝福を、与えてくださり、神様が御業を持って導いてくださることを覚えて心から感謝いたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは みんなで最初は神様を賛美していきましょう。主イエスです。
天のお父様、賛美をありがとうございます。主が共にいてくださり、御心の礼拝ができることを感謝します。祈りにおいても、さらに証しにおいても、またメッセージにおいても、主の御業がなされることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈ってまいりましょう。はい、慣れてない方はこのスクリーンにも載っていますので、共に主の祈りを祈っていきましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それでは、エルサレム弓伝道師に導いていただいて、聖餐式の時を持ってまいります。十字架の死を告げ知らせるものであります。イエス様はご自分の救い主と信じ、すでに洗礼を受けておられる方、また、洗礼を望んでおられる方にはぜひこの式に加わっていただきたいと思います。またこの礼拝をインターネットで見ておられる方々の中で、イエス様をご自分の救い主と信じ、洗礼を受けておられる方、また、受けておられる方もこの式に加わっていただきたいと思います。インターネットの方はパンとぶどう酒、ぶどうジュースをご自分で用意していただきたいと思います。それではこの聖餐式のためにお祈りします。天のお父様、この聖餐式をありがとうございます。このパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとぶどう酒、ぶどうジュースを豊かに祝福してください。私たち一人一人に御体の御地の恵みを表してください。イエス様のお名前よってお祈りいたします。アーメン。それでは共に神様に、こんなことしちゃったなっていうことがあったら、神様に心の中でごめんなさいというふうにお祈りしていただきたいと思います。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。じゃあお願いします。
イエスはパンを取り、祝福して後これを先彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様の御体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人々のために流されるものです。イエス様の血をいただきましょう。お願いします。それでは、聖餐の恵みに預かった後は、感謝の捧げ物の時、神の国と神の義を賛美しながら、献金の時を持ってまいりたいと思います。献金の時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それでは、証の時になりましたけれども、神様から受けた恵みの証、どなたか皆さんあるでしょうか。証ありますでしょうか。受ている、あ、ヨコさん、あ、ヨコちゃんか、すいません、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、小渕陽子です。一言お祈りします。天のお父様、証の時をありがとうございます。御心のお話ができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は神様を喜んで賛美した時に神様が、祝福してくださったお話をしたいと思います。私はですね、小さい時から賛美をするのがすごく大好きだったんですけど、今はどう聞こえてるか分かりませんけど、その時はですね、声がすっごく細かったんですね。小さな声しか出なくって、もっと出してごらんってたくさんこう言われるんですけど、これ精一杯なんですけどっていう感じで、こう一生懸命歌うんですけど、声が細いねってみんな、聞く人みんなから言われていたんですね。だけど、賛美するのがすごく好きだったんですが、ある時神様が、私がやってた部活動、吹奏楽をね、ずっと楽器を吹くの大好きで、クラブをやってたんですけど、それを捧げて賛美の働きをしなさいっていうふうに言われたことがあって、それにこう従ったんですね。大学生の時だったんですけど、それをやめて
今ルミエールとして賛美をしてるんですけど、ゴスペルを歌う活動を始めていきました。でそうしたら毎週ですね、路上ライブに神様を連れて行ってくださって、そこで毎週なんか7曲とか8曲とか一人でずっと歌ってたんですけど、そうしたらすごい声がどんどん出るようになっていって、あるこうプロのゴスペルシンガーの方に見ていただいた時に、そんなにいつの間にそんなに声が出るようになったのってすごいびっくりされたんですね。で、すごく神様は私の声をこう用いてくださって祝福してくださったんですけど、そこで終わらないで、今度大学を卒業して就職するとき、今とは全然違ってすごい就職氷河期っていう風に言われている時で、全然こう就職がない時で、私は教員採用試験っていう先生になる試験を受けたんですけど、それもね、今は1倍とか2倍とかなんですけど、私が受けた時は10倍以上の倍率で、もう全然採用されないし、大学卒業してすぐの人はなかなかこう採用されないっていう状況だったんですね。でだけど私一発で合格しちゃったんですよ。正直言うとね、先生になりたくなかったんですけど、そうやって神様に仕事を与えてくださったんですね。で就職してから学校に勤めてから、その私の面接をしてくださった先生がこう様子を見にこう面談に来てくださったことがあったんですけど、小渕先生なんで合格したか分かりますかって聞かれたんですね。いや分かりませんって、私はそのこう臨時採用とかで経験したこう経験もないし、全然経験もないし、模擬授業もなんかすごいめちゃくちゃで、なんか何話したかよく覚えてないような状況だったんですけど、だから全然わからないですって言ったら、その面接をしてくださった先生が声がすごく良かったって、声がすごく魅力的だったっていうふうに言ってくださって、なんかこう前に立って教員として先生として話しているところがすごくこう想像できたっていうふうなことを言ってくださったんですね。で私声細かったんですけど、神様が本当にその声を用いてくださって、で、なんか普通の涙が出てきちゃったで、なんか仕事までそれで与えてくださって、で今度は教員に学校の先生になったら毎日4時間とか5時間とか大きな声で喋るんですね。でそうするともっと声が出るようになって、今度は、私は学校の先生になってから全国のゴスペルコンテストに出場できるようになったんですね。九州予選を勝ち抜いて出られるようになって、神様はその賛美隊としてもすごくこう祝福してくださって、用いてくださいました。本当に神様を賛美するっていうことは素晴らしいなというふうに思います。はい、これからも賛美していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、この証の時ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。素晴らしい証ありがとうございました。みんなももっと元気に賛美できるようになっていくってことですよね。感謝します。はい、それではすいません、エルサレム弓井伝道師に導いていただいて、今日のシェスメッセージをしていただきます。お願いします。
いよいよ私たちが楽しみにしている白馬キャンプがあります。で今回はね、ウクライナとスロバキアからゲストの方もいらっしゃったりして、あとね、今回から、白馬ゴスペル、白馬ワールドゴスペルフェスティバルがあります。ここで、ね、たくさんの賛美が捧げられていくので、それもすごく楽しみだなと思っています。みんなもぜひね、参加するお友達もいると思うので、ね、ぜひ楽しみに、ね、もしちょっと今回来れないなっていうお友達はもしかしたらいいかもしれないけど、同じ恵み祝福がねたくさんあるので、神様に期待して一緒にね、このキャンプの恵みを受けていきたいなというふうに思います。で今ね、この CS で何の話してるか分かりますか？ヨセフさんってみんな、ね、聞いたことあるかな。2回ね礼拝で聞いたと思うんだけど、ヨセフっていう人のお話を今しています。このね、聖書、分厚い聖書ありますけど、ね、これに旧約聖書、新約聖書ってあって、このお話は、旧約聖書、最初の方の創世記というところ、一番最初の聖書箇所に出てくることであって、本当にあったお話で、本当神様のこの聖書は真実な、神様の誤りなき言葉であって、よくヨセフ物語とかっていうことを聞いたりするかもしれないですが、本当のお話、真実なお話です。で、今日はね、この聖書の御言葉、ローマ書8章28節お、大丈夫かな。ローマ書8章28節のみんなも大好きな御言葉かなって、この教会でたくさん聞く御言葉ですが、ちょっと漢字がいっぱいあってね、ちょっとあれですけど、ぜひ覚えていきたい暗唱聖句ですね。では一緒に読んでみようかなと思います。それではせーの。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8章28節、はい、今日はこの御言葉、ぜひみんなにも覚えていただきたい、聖書の箇所ですが、今話しているお話、ヨセフさんね、ヨセフさんの話覚えていますかね。で、前回はね、ヨセフがすごいどん底な状況、人間的には絶対不可能と思える状況の中で、エジプトの大臣、ね、そう、立派な人になったところまで先週はお話がありました。で、その中でこのヨセフが言った通りに7年の間作物がたくさん取れたんですが、その後の7年は何も取れなくなったんですね。でもヨセフが大臣になったエジプトにはたくさんの十分な食べ物がありました。それは何でかっていうと、先週やったように大臣になったヨセフが倉庫に食べ物をねたくさん取っておいたからなんですね。なのでエジプトにはたくさんの飢饉、食べ物が取れなかった時期でもたくさんの食べ物がありました。で、なのでエジプトにね、外国、周りの国の人とかも食べ物を買いにエジプトに来ていたんですね。みんなエジプトってどこにあるか、日本からすごいちょっと遠いけど、地図、ちょっと難しい。
けれども、ね、ヨセフさんの家族がいたところがカナンっていうところでした、ね、イスラエルのところですけど、だいたいこんな感じかな。ここ海でね、今年もイスラエルに教会から行くと思うんだけど、それがここのね、イスラエルこの辺ですね。で、ヨセフのお父さん、ね、大臣になったヨセフさんはこのエジプトで偉い人になったんですね。で、ヨセフのお父さんと兄弟たちが住むこのカナンの地には食べ物がね、なくなってしまいました。で、ね、食べ物ないと困るよね。で、でお父さんのヤコブはね、お父さん、ちょっとお父さんって分かりづらいお父さんのね、ヤコブがこっち息子、ね、息子にエジプトで食べ物を買ってきてくださいっていうふうにね、子供たちに命じるんですね。このカナンの地からたくさんエジプトに食べ物があるから買ってきてくれないかっていうふうにね、息子たちに言いました。で、それに従ってこの、ね、息子たちはエジプトに買いに行くんですね。で、エジプトに着いたこの、ね、男の人、息子たちはですね、大臣であるヨセフの前にね、通されたんですね。で、その時このお兄さんたち、それね、息子さんっていうのはヨセフのお兄さんたちだったんですけど、その時はね、このヨセフだっていうことはね、まさかこの商人に売り飛ばしたヨセフだっていうことはね、分からなかったんですけども、ヨセフはね、お兄さんたちだっていうことをね、この時分かったんですね。で、兄たちはこの目の前の大臣がヨセフだなんて思いも よらないで、この時顔を地面につけてですね、ヨセフに深々とお辞儀をしました。で、この時ね、ヨセフが見た夢、みんな覚えてるかな、どんな夢見たか。それは麦の束、ヨセフが持って、ヨセフの麦の束に対して兄弟たちの麦の束がお辞儀をしているっていう夢の、この夢が本当になったんですね。で、この時お兄さんたちはヨセフだ、自分の弟だっていうことを分からずに、どうか食べ物を売ってくださいっていうふうにお願いをしました。で、ヨセフはね、この時すぐにいいですよって言ったと思いますか？ね、聖書にはこうあるんですね。ヨセフは厳しい声で言いました。お前たちは何か悪いことを企んでいるのではないか、ないのかっていうふうにね、このね、ヨセフはお兄さんたちに言います。けどお兄さんはね、ヨセフ自分の弟だっていうふうにはわからない中、その質問に対して何て言ったかっていうと、そんな決して怪しいものではありません、カナンから来た兄弟です、カナンには父と一人の弟が待っていますっていうふうに、ヨセフに答えました。で、なんでこんなね、厳しいことをこの兄弟たち、お兄さんたちにヨセフは言ったかっていうと、お兄さんたちがね、反省しているのかな、どんな気持ちで今いるのかなっていうことをね、試したくて、そういうふうに言うんですね。で、ヨセフはお前たちが正直かどうかっていうのを試そうっていうふうにね、言います。それは一人だけね、この兄弟のうち一人だけをエジプトに残して、後のものはカナンの地に帰って、で、もう一人の弟、ベニヤミンと言いますけども、その弟を連れてきなさいっていうふうにお兄さんたちは言うんですね。で、そのお姉さんたちに言うんですが、その言葉通りに、
このお兄さんたちは一人シメオンっていう兄弟だけをエジプトに残してカナンに帰ったんですね。で、一人だけね、お兄さん人質みたいな感じですけど、残して、でここにまた戻って、ね、結構距離があると思いますが戻っていきました。でここにいるお父さんのヤコブと、また弟のベニヤミンにいますが、お父さんに弟のベニヤミンを連れてもう一度エジプトに行かなければなりませんというふうに、ね、お父さんに頼むんですね。でヤコブは、ね、その時たくさんの贈り物とお金を持たせて、また兄弟をね、ベニヤミンも一緒に連れて、また再びエジプトに送り出したんですね。で、エジプトに着くと兄弟たちはですね、その贈り物、持ってきた贈り物をこのヨセフに差し出して、ヨセフにまたね、お辞儀をしました。そしたらですね、ヨセフがこう言うんですね。父親は元気ですかというふうに、ヨセフが聞くと、兄弟たちは、はい、元気ですというふうに答えました。で、次にヨセフは弟のベニヤミンを見つめました。ね、本当にずっとね、商人に売り飛ばされてから、本当に何年ぶりかで弟のベニヤミンを会うので、ヨセフはこの時懐かしさで胸がいっぱいになってですね、本当に一人で後ろにね隠れて涙を流したっていうふうに、泣いたっていうふうに書いてあります。本当にそう、とっても困難な中を通ってきたのを聖書を見るとわかるので、そのヨセフの気持ちっていうのがね、この時私たちも知ることができると思いますが、でその後ね、食事をしていきなさいっていうふうにヨセフに、ね、言われたお兄さんたちはね、ちゃんとその時ね、食事に着くための席が兄弟の年の順にちゃんと座らせられたっていうことにね、とっても驚いたんですね。で食事が終わるとヨセフは兄弟たちに言いました。この時初めてね、お兄さんたちに、私はヨセフですっていうふうに言うんですね。で、それを聞いたお兄さんたちは、え？というふうに本当にびっくりしたと思います。で、この時じーっとヨセフの顔を見ると、ね、本当にヨセフだっていうことを知ってびっくりするんですね。で、ヨセフはこの時、お兄さんたち心配しないでくださいっていうふうに、ね、私のことを売ったでしょうとかね、私にこんなひどいことしたでしょうっていうふうにヨセフはお兄さんたちには言わなかったんですね。この時ヨセフはお兄さんたちに、心配しないでください、私は怒っていません、神様が私をエジプトに送って、飢饉で食べ物がなくなってもみんなが生きられるようにしてくださったのですというふうにね、言うんですね。私はこの皆さん、この時ね、食べ物がないという、そういう時に神様がこのヨセフを使わせてくださって、食べ物が食べれるように、みんなが生きられるように、神様がこういうふうに計画したんですよというふうにお兄さんたち言うんですね。でこの時、ね、ヨセフは弟のベニヤミンを抱きしめて大声で泣いたんですね。この時本当に神様が何のために、私を、ヨセフは私をこういうね、いろいろな状況を、いろいろな状況をね、通らされて、またこのように神様が計画を持って導いてくださったっていうことをですね、すごく感じて、この時ベニヤミンと会った時に大声で泣いたっていうふうにあるんですね。でお兄さんたちとも抱き合って泣いたっていうふうにあります。
で、この後どうなったかっていうと、みんなで一緒にエジプトで暮らしましょうって言って、ヨセフはお父さんのね、ヤコブともエジプトに呼び寄せて、ヤコブさんは息子のヨセフはもう死んだというふうに思っていたのに、ヨセフがこの世に生きてまた大臣にもなっているという素晴らしい計画を見てね、本当に嬉しかったというふうに思います。で、本当にこのヨセフの人生を見て、本当に神様が全ての出来事を用いてヤコブの家族を守ってくださるという計画がこの中でなされたんですね。で、神様は私たち一人一人に素晴らしい計画を立ててくださっています。本当にね、ここにあるように神様を愛する人々、本当にイエス様のことをね、愛して信じて愛している人、神様に従いたいというふうに思っている人には、本当に全てのね、これ全てってあるけど、いいこともまたこんなことなかったらよかったのになとか、自分の欠点とか自分の嫌なところとかも、それさえも神様が働いてこのことがあってよかったっていうふうに益としてくださるんですね。本当にヨセフの人生を通して私たちはそれを見ることができるし、さっきのヨちゃんの証を聞いても本当にそうだなっていうふうに私たちは実感することができます。皆さんもね、ここにいる方も、またインターネットでご覧になっている方も、もしこんなことあったらなかったらいいのになっていうふうに思っていることとか、もしこんなに素晴らしいことがあったよっていいことも、全部神様がね、益としてくださるっていうふうに約束を言葉を与えてくださっています。で、この教会では全てを感謝しようっていうメッセージ賛美が結構多くあると思うんですが、だから感謝しようっていうふうにね、神様は私たちに言ってくださるんですね。それは神様があなた方を祝福し、全てを益としてくださるっていうふうに私たちに約束してくださっているからなんですね。ぜひね、この本当神様って優しいお方だなってすごく思います。このね、神様をみんな大好きになって言っていただきたいと思います。さっき証も素晴らしくって、なんでさ、私も一つ証をしたいなというふうに思います。私は最近次の違う職場に転職をすることになったんですけど、それ久しぶりに面接って言ってね、質問をされるんですね。ちょっと怖い感じの怖くないんですよ怖い感じで感じてしまう中で面接をするんですけど、質問されるんですね。で、教会の方にも祈っていただいて、私も面接に行ってきたんですけど、その中で全てが益になっているなっていうことを思ったことがあるんですね。それは私が短大の時に私立の短大行ってたんですけど、私立の短大なので結構お金がかかるんですね。で、本当に通わせてくれた両親にはすごく感謝していますが、私は奨学金をその時もらうことにしてて、無事もらえて、ただそれはね、十何年かけてその借りた分を返金していかなきゃならないっていう、そういうことがあったんですが、神様の恵みの中で返金することはできたんですね。で、特にマイナスとかそういうことはあまり感じてはいませんでしたが、その面接の中で、その会社今度勤めるところがその奨学金とかそういうことをやっているところだったんですね。なので、その面接でどうしてあなたはここの会社に勤めたいんですかっていう時
理由を聞かれたんですね。でその時に あんまり考えてなかったけど私は短大の時に奨学金をもらっていたので、そういうそういう理由で私もそういう学生たちを支援することができるこの会社にすごく感銘を受けてっていう文言を神様が与えてくださって、無事ねそこの会社に勤めることを今度なることになったんですね。なので、あの時奨学金もらっていたことも益になってるんだなっていうことをすごく思ったんですね。でマイナスと思えることも本当に神様益としてくださって、私の人生の全てを働かせて良いことに導いてくださるんだなと思いました。何でもないこともまた小さいことであったとしても神様が全て益としてくださるんだなということを初めて体験、なんか不思議な感覚でしたけど体験することができました。なので神様はね、一人一人に素晴らしい計画を持ってくださってますので、ぜひこの神様に信頼して神様を信じていきたいと思います。では最後にまたこの御言葉を読んで終わりたいと思います。せーの、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8章28節。ではお祈りします。愛する天のお父様、今日のこのメッセージの聖書箇所ありがとうございます。主がいつも最善を与えてくださっていますことを本当にありがとうございます。感謝してイエス様のお名前をお願いいたします。アーメン。では祝祷をしていきます。ハレルヤを賛美しましょう。とこしえにありますように。アーメン。